どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このちっちゃいウクレレでちょっと抑えづらいコードをですね、もう超解説してみようと思います。ウクレレって、ガズレレではですね、簡単コードでできるよということで日々レッスン動画を公開しているんですけど、ほら、簡単版とかっこいいバージョンとあるでしょ。簡単版はガズレレ必須コードもうおなじみだと思うんですけど、これでまとまるような感じでなんとか やっていこうということなんですけど、かっこいいバージョンではたまに抑えづらいなってコードが出てくると思うんですよ。この中でもですね、皆様からお問い合わせが多い抑えにくいコードを、ちょっとシリーズというかですね、個別にですね、解説していく動画をシリーズで撮ろうかなというふうに思っております。今日はですね、まず第1弾ということで、はい、このコードを取り上げていこうと思います。はい、これ、Gm7 です。Gm7、皆さんこれ、結構、ちょこちょこ出てきますよね、ガズレレ動画の中では。はい。今日はこの動画で Gm7 のいろんなポイントをちょっと抑えづらいコード代表の Gm7 を、取り上げていきたいと思いますが、このコメント欄にですね、私このコードが抑えづらいっていうのをコメントいただいたら、そのコードもね、こんな感じシリーズで取り上げていこうと思います。すっごいね、ちょっとしたヒント、ちょっとしたこの考え方の違いでコードを抑えやすくなったりするぞということでございますので、ぜひこのコードがちょっと苦手なんですという方いたらね、コメントに書いてくださいよ。そうしたらね、ガザさんこんな感じで、濃厚コードを抑えられるなんか裏技が出てくるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。まずこの動画初めて見た方、もしかしているかもしれません。ウクレレ簡単で楽しくてどんな方でもあっという間にできます。ウクレレやってみたいなと思った方、ここにちょっとリンク貼っときますので、ここ見たら、すぐできるようになりますからね。ぜひ、始めていっ ていただければなというふうに思います。今日取り上げるというか、このコードをね、抑えづらいということをちょっとこれからシリーズ化でアップロードしていこうというところで、なんでこんなに風に解説ができるかというと、それはですね、ひとえにガズがですね、いろんな人の質問をめちゃくちゃいつも受けてるから、だんだん分かってくるわけでございます。特に最近ではね、ガズレレ大学で、皆さん生配信でチャットしながら、このコードが抑えられないんですっていうことを聞くと、その場でね、みんなで深掘ったりするんで、僕以外のアイデアもすごくガズレレ大学からもらってます。ガズレレ大学は毎週2回のライブ配信で、いろんなテーマソングを決めていたり、次回、今はね、エリック・クラプトンのティアーズ・イン・ヘブンですけど、次回の、2022年の4月からルパン三世のレッスン動画始める予定ですんで、一応概要欄にも貼っときますけど、ガズレレ大学ぜひおすすめです。590円で毎月2回のライブ配信でガズに質問し放題で、もう魅力的なテーマソングどんどん取り上げていきますからね。で、かつて過去にやったものもね、アーカイブでもずっと残ってるんで、ぜひともちょっと見てみてください。はい、今日はね、そういうわけで Gm7 というコードをちょっと深掘っていこうかなというふうに思いますけれども、まず Gm7 どんなコードか、ちょっとここに出しておきますけど、はい、これはですね、まず弾ける人はですね、なんてことはないです。要はね、この人差し指がこんな風に反り返る人はね、これ簡単なんですよ。こういう風にあったら、こういう風に反る人見て、ここギュッと反ってるでしょ。こういう風に反れる人はいいんですけど、中にはね、これ反れないっていう人が多いんで、そこをちょっと今日はね、いろんな深めていこうと思うんですけど、普通に反る方はこういう風に押さえて、こうですよ。これがシンプルに一番押さえやすい押さえ方だと思います。はい。1弦と2弦の1フレットをギュッとこう反り返っちゃう。これがね、できる人はラッキーですよ。で、ちょいと立てる。そしてこれできる人にとってはこのコードっていうのは大して難しくないんです。いい音出たでしょ、これ。はい。で、問題はこれね、指がこういう風に反らないっていう方が中にはいらっしゃいます。そこで、今から、あと2つ。キーポイントをちょっと絞ってお伝えしてるんですけど、一個これ発想の転換なんですけど、これ A7 っていうコードがあるんです。A7。A7 わかります?簡単だよ。ここ1個、3弦の1フレットをこう押さえるだけなんですけど、A7 を押さえておいて、倒してみてください。そうしたらほら、反らなくても1弦と2弦の1フレットを押さえられるでしょ?今までこうやって1弦2弦だけやろうと思ったら、こんな風にギュッとこのぐらい反らないと、押さえられなかったんですけど、A7 から倒すと、指そんなに反らなくても大丈夫だぞ。その時にもっと可能であれば、こういう風に、ちょっとここから見ると、こういう風に角度変えるんです。わかる?こういう風にすると指ちょっと反り気味になるんで、こういう風にするんですね。はい。それで、これ3弦同じ弦ですけど、ほら、1フレット2フレットだけど、はい、こうやって押さえてみる。Gm7、はい。今までこれで反れなくて押さえづらいなという方は、ここをこうやって A7 のとこからパタッと倒して押さえてみる。これがね、次のチャレンジ、Gm7 の攻略法です。これも試してみてください。
ください。そして、今回ですね、ガズレレ大学の方で新たにナイスアイデアが出てきたんで、ちょっとここにシェアしたいと思うんですけど、ちょっと見ていただきたいのが、この1弦と2弦の1フレット、ここに同時に2個押さえるのが難しいんですけど、こういう風にするとね、押さえられるっていう声が多数でした。いいですか？見ていてください。この2つをですね、こういう風に角度つけるんです。そしてこうです。これがね、アイデアでした。この角度を斜めにすると押さえられるっていう人が急増したんです。ちょっとやってみて。ここをこうやって押さえて、これ反らない人もこんな感じになってるとこ、こういう風に、こういう角度にするのよ。手首をこういう風に曲げる。そしてこういう風に、3弦の2フレットを押さえて。これちょっと試してみて。これの押さえ方で、ものすごい押さえられたっていう声が上がっております。皆さんいかがですか？キュッて絞るだけよ。今までこうだったのをこうするだけです。はい。これでやってみる。ほんで、ガズレレも日々ね、Gm7 が出てくるときに、反らない人とか押さえづらい方のためにアドバイスをしているんですけど、こういうのもね、ありっちゃありなんですよ。ちょっと見てて。こう、こう、こう、一個ずつ押さえちゃう。でもちょっとこれね、瞬間的にこれ押さえたりするのちょっと、慣れがかなり必要だと思うんですけど、これも全然ありですよ。あと、あるいは、こうね、指の位置が違う。はい、人差し指を2弦の1フレット。中指を1弦の1フレット。これでもいいし、これでもいいんですけど、ちょっとここ、1弦に2つこう指が入ると狭いから、こう、コードを演奏中にこう、パッと一瞬にして変えるのってちょっと難しいと思うんで、なるべくだったらやっぱこう、まとめて押さえちゃいたいなっていうのがあるんですよ。はい。いいですか？この Gm7 って、ね、結構いい響きを出すんですよね。で、ここはちょっと押さえたいなっていうところあるんですね。はい。じゃあちょっともう一回おさらいね。まず、指反る人は、本当に典型的にこうやってギュギュッと押さえてちょい。はい。あ、じゃあこの時に握ってちゃダメですよ、やっぱり。クラシックフォームといって親指で挟み込む。はい。見て。親指もだいぶネックの下の方ですね。下の方でもこうやって押さえてるわけだから、常に。これ。この間にこれ入ってるわけよ。ちょっと押さえて、このぐらい反り返ってちょい。これが、まあ、基本形のガズはこうやって押さえてますね。Gm7。はい。その次。A7、入門コード A7 を押さえて、パタッ倒しといてからちょい。これでもだいぶね、これ当たる場所も違うのよ。人差し指の弦が。ここに当たってる場所も違うんですよ。さっきこうだったのに倒して、今度こっちでしょ。はい。こんな感じ。その時できれば手をこっちにやればいいよということ。はい。あともう一個。さっきも言ったけど、これをこういう風に角度つける。これ。これが効果絶大だという風なご意見です、皆さん。はい。新たな発見でしょ。これ Gm7 何気にですね、ガズレレレッスン動画のかっこいいバージョンで結構いっぱい出てきますから。はい。ちょっとなんかこう、急にさ、テンポに乗ってこう、パッと行くのが、やっぱり、難しいかなと思う。だからこうゆっくりさ、一個ずつこうやって、こことこことって押さえればいいんだけど、演奏の時って例えば、そうね、Em7 からパッと行くとか、Am からパッと行くとか、その瞬間のね、この展開がやっぱり必要になってきますんで、それやっぱりね、意識するとこの角度ちょっと変えるだけとか、そんなんでね、押さえられるようになる可能性大ですからね。Gm7。じっくりちょっと何回も自分なりのこう正解を探してやってみてください。はい、そういうわけで今日は Gm7 をすごい深掘ってみたんですけれども、はい、こんな感じでね、いろんなコード、ちょっと、押さえづらいよというコードを取り上げていこうというふうに思います。もしね、なんかうまくいかねえなっていうのがあったら、また思い出してね、これシリーズにしていこうと思うんでね、はい、ご活用ください。何回も言いますけど、私このコードを押さえるの苦手という方、コメント欄に書いてくださいよ。そしたらそれを見てガズさんがまた動画をね作ってね、皆さんのなんかヒントになるような動画をアップロードしていきたいと思います。まず第1弾は Gm7 でございました。ご活用ください。そして皆さんお知らせです。本日2022年の3月24日お昼ちょうどより、ガズの、初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレの、ウクレレの再販売が開始されております。ご注文いただいたら即発送となっております。ちょっとね、3月の3連休でガズレレと G ラボでお台場でイベントがあったんですけど、そこに来れなかった方多数いらっしゃると思いますんでね、今月も発売していこうと思います。はい、こちらここにリンク貼っておきますけど、ここの公式ホームページの、販売ページのところに行ってもらうと、在庫情報も、わかるようになってますんで、ぜひちょっとホームページ見に行くだけでも見に行ってください。そしていつも使ってるガズの、ガズモデルと、ヴィンテージシリーズとか、セミオーダーに関しては予約受付です。で、以前よりはかなり早いスパンで皆様のお手元にお届けできると思うんで、納期に関してはちょっとね、質問ホームページからしていただくと分かるようになってますんで、そちらの方もぜひ、見てみてください。見るだけでもね、楽しいことになってますからね、よろしくお願いします。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られる、
ことになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。